霊感と神様、今まで誰にも言ってこなかったんだけど、最近悩んでいるんで話してみようと思う。俺は物心ついた頃から幽霊が見えていてさ、ほんと怖くて怯えて生活をしていたんだ。5歳の頃も夜中に発狂したりしていたんで、親に精神科に連れて行かれたりしていた。もちろん精神疾患なんかない。中学高校とひどくなって、しまいには不眠になった。昼夜問わず見えるんだが、夜中に寝ている時がひどくて、南米系のおっさんとか、何語かわからん言葉で喋りかけてきたり。ほんと怖いのが、女が長い髪の毛を顔に絡めてきて、ベッドから落とされたりと、怪我もさせられたりしていたんで、神にすがる思いで近場の寺の住職に相談。お札とお祓いをしてもらってきたけど、全然効かない。霊感をなくしたくて、わかる範囲で、そういった類に相談をしてみるも、これは運命だと言われてしまう。とにかく怖いし、もう死ぬんじゃないかって思ってた。俺、幽霊が見えるんだとか言うと、精神的に疑われたりして、変な人扱いされるんで、誰にももはや言えずに諦めていたんだ。自分で編み出した除霊的な方法で、一番聞いたのが、自分ちのお経を唱える、数珠を持って寝る、だった。お経は完全に覚えた。これも気休め程度だが、これしか効果がなかった。そうして大人になり、22歳の頃、実家の仏間で昼寝をしていたら、不思議なことが起こった。信じてもらえないことは承知で話すんだけど、多分あれ、神様だった。姿は、狐と蛇が合体したみたいななりで、顔が狐っぽくて、体は蛇っぽい。見たことない動物。で、真っ白。というか、神々しい。光っているみたいな。その神様的な何かが、俺の心に直接話しかけてくる感じで、お前は欠陥がある。普通は塞がっている穴の蓋が壊れてしまっているから、直してやろうか。そんなことを言ってきた。わけがわからないけど、じゃあお願いしますって言ったら、目が覚めて、数珠がこっぱみじんに壊れていた。ああ、やべえな。あれ、悪霊的なやつだったのかな。やべえとは思っていたけど、それから長年悩み続けていた霊感がすっかりなくなった。だから俺の中であれは神様だと思っている。多分、実家の守り神だと信じてる。なんだって、本当に怖かった幽霊が、もう二度と見えなくなったからね。3年後に結婚して子供ができて、その子供が今年5歳になるんだが、これがまた夜中に発狂。知らんはずのじいちゃんの名前を言ったり、オリさんっていう架空だかの友達までいる。まるで昔の俺のようだ。もしかすると、遺伝しちゃったのかな。なんとか直してやりたいんだけど、俺にはもう見えないし、あの神様的なやつにしか直すことはできないのかな。
妻にかけた電話。先日、初めて不思議な体験にあったから、ここでみんなに話してみたいと思う。仕事の帰りに、急なめまいに襲われたんだ。本当に突然で、しかも、人気のない細い道を歩いていたとき。ああ、これ、やばいやつかなって、本能的に感じるくらいに、ぐらぐらと視界が揺れて。さすがにこのままでは危険だと思って、とりあえず車が来た時のことも考えて、橋の方に寄って座り込んだんだ。そこで携帯で嫁に連絡をしようと思ったんだが、先に意識が途切れた。でも、一瞬にして目が覚めた。頭もぐらぐらしていないどころか、本当にさっきめまいを感じたのかっていうくらいに元気。まあと言っても、休みに病院にでも行った方がいいかなとか思いながら、さっさと帰ろうと立ち上がって、ここで、本当にここで、やっと気がついた。さっきは夜だったのに、朝というか、昼というか、とにかく明るい。もう頭の中大混乱。もしかして、俺が一瞬って思っていただけで、実は夜が明けるくらい時間が経っていたのかもしれない。そう思って携帯を見たんだが、日付は同じ日。というか、時間も俺が倒れた時と全く同じ時間。嫁からの着信もない。余計にテンパって、とりあえず誰かに連絡を取らないとって思って、嫁に電話をかけた。出たよ、嫁。電話に。でも、すごく怯えた声。電話に出た瞬間に、どなたですかって。いや、俺だよ。携帯にも表示されてるだろ？俺って？え？え、でも、え？なんかあったのか？というか、今どこ？家？今何時？なんか俺さ、今変な。おい、どうした？電話の向こうで男の声がした。その声に一瞬で血の気が引いた。その男の声、紛れもなく俺の声なんだよ。思わず電話を切ってしまったところで、またぐるぐるとひどいめまい。で、目が覚めたら、倒れる前と同じ夜。もうテンパるどころの騒ぎじゃない。一人震えた手で嫁に電話をかけたら、のんきに出やがった、嫁が。どうしたの？って。だから俺も、お前、今誰といるんだ？って聞いたら、一人だよ。嫁に今あったことを全部話して。やめてよ、一人なんだから。怖いこと言わないで、と怒られてしまった。で、家に帰ったら、玄関まで嫁が走ってくるんだ。それも、すごく怯えた、今にも泣きそうな顔で。どうしたんだと思って話を聞いたら、その日の先週くらい、俺が仕事に行く前に、そういう電話があったと。あの日、あなたがいたのに、私の携帯にあなたから電話がかかってきて、すごく怖かったんだけど、携帯を落としたのかなって思って出たの。あの時も、そんな会話を電話の相手としたの。相手の人はひどく混乱している様子で、俺だって名乗ってた。あの後あなたが、どうしたのって
声をかけた次には電話が切れて、本当はあなたに言おうと思ったんだけど、ソファーの上にあなたの携帯があるのが見えて、幽霊か何かかと思うと怖くて何も言えなかったの。俺はそんな話聞かされていなくて驚いてしまった。確かに嫁が電話に怯えていた日があったけど、まさかあの時とは。要はあの時の電話とその日の電話が繋がったんだと思う。俺が倒れた間に見た夢か何かだと思い込もうとしたんだけど、思いっきり現実世界だし、嫁も感じているから、さすがに夢とは思えない。結局あれ、何だったんだろう。こういう経験は本当に初めてで、まさか自分が体験してしまうとは。